続いて自由曲です。関根英一作詞、湯山明作曲、ぶどうと風と赤とんぼ。ピアノは6年生の隅田明子さんです。堺市立三池台小学校の演奏でした。山本さん、自分たちの演奏を聞いてみて感想はどうですか？朝早くから練習して大変だったけど、うん、今の演奏を聞いて本当に合唱していてよかったなと思いました。あ、そう、うん、だと思うようにできました。はい、そう、はい、もう隅田さんは今あのアップでお伝えしてましたけども、今日なんかとっておきのものを持ってきたって、どんなものですか？はい、鏡です。鏡、はい、はい、口を大きく開けたり、うん、表情をつけたりするのに鏡を見てチェックしています。ああ、そう、口こう大きく開いてるか閉じてるか、そういうこと？はい、動き、ああそう、ああこういう練習を羽森先生なさるんですか？そうですね、どうしても口の開き方の小さい子供がおりまして、はい、
こちらが注意しても自分が気がつかないと分かりませんので、うん、鏡を持ってとにかく練習しようねということで自主的にやっております。練習で気をつけることそういうことがあってね。あの先生が体調崩されたことあったらしいですね。そうなんです、ね、あの一月ともう少しぐらい喉の調子悪くしまして全く声が出なかった時があったんです。もうコンクールもちょっとどうかなと思って考えてた時あったんですけども、うん、子どもたちが自分たちで頑張ってみるっていうことですごくよくやってくれました。あ、そうです、はい、よかったですね。ここまでで出場できましたね。はい、ありがとうございました。さて次はですね